豊川稲荷は、愛知県豊川市豊川町にある、総当州の寺院。正式の寺号は明言寺。詳しくは、円福山豊川各明言寺と称する寺院である、広報一、境内に祀られる秘仏、豊川からたちに新殿の稲穂を担いだ姿などから、一般には、豊川稲荷の名で呼ばれるようになった。商売繁盛などを願う、 参拝客ら年間約500万人が訪れる。また、日本三大稲荷の一つとされる。豊川稲荷は神社ではないものの、境内の参道には鳥居が立っている。北海道、東京都、神奈川県、大阪府、福岡県に別院を持つほか、修行道場として総道を設置している。豊川高等学校を運営。報道三門東京別院の 三門奥の陰病源寺の本尊は千寿観音である。豊川稲荷の稲荷とは境内の陳寿として祀られる唐立二天のことである。唐立二天はインドの古代民間信仰に由来する仏教の女神であるが日本では稲荷信仰と集合し稲荷神と同一視されるに至った。病原寺では唐立二神天と呼称する柿津元年。 総当州法王派の東海利役によって創建。室町時代末期、今川義元が佳羅を整備した。当時は、豊川の近くに広がる遠幅が、丘という高台に、佳羅があったが、元禄年間までに現在地に移転した。現存する書道は、江戸時代末期から、近代の祭典である、海祖の東海利役は陽名を、岩千代と言い、9歳の時に、 総統州法王派五世の下蔵木曇りのもとで仏門に入った。そして、東海地方における法王派の拠点となる夫妻寺で修行し、その後、諸国のアンギアに入った。影響11年、荒廃した新聞修寺院、関係院を再建し総統州に改め、その2年後、豊川の遠服が丘の地に明言寺を建立する。存命中に明言寺の後を次世に譲り、 再び歓喜委員に陰性した。前日の通り、豊川稲荷は、空立二天を陳述とする。演起によると、鎌倉時代の前奏、歓言議員が日奏し、文献四年、日本へ船で、帰国の途上、空立二天の加護を受けたのが、きっかけとなり、この天を御法神として尊崇するようになったとされる。その後、寒岩の六代目の法尊にあたる東海儀役が、 妙言寺を創建するに際し、寒岩寺作の唐立二天像を三門の鎮守として祀ったと言われる。豊川唐立二天の姿は、百個の背に乗り、稲束を担いで奉仕を持ち、岩の上を飛ぶ天女の形である。また、俗説であるが、平八狐を祀っているとも言われている。妙言寺解散の時、平八郎と名乗る沖縄の姿をした狐がやってきて、 寺男として、義役によく使えた。義役が入弱した後は、あ用の釜を残して忽然と姿を消したという。今も、この釜は本殿奥に安置されている。戦国時代になると、三河領主の今川義元、徳川家康から外言を受け、また、久喜義隆などの武将からも消えを受けた。海上交通の守護神は、四国のコンピラ宮が知られるが、 毛利水軍の勢力範囲のため、吉高は、家康の領内にあり容易に祈願できる、豊川稲荷を侵攻したのではないかと言われる。江戸時代になると、大岡忠助や渡辺火山からの侵攻を受け、立身出世や東南余けの神として、江戸の庶民からも侵攻されるようになり、文政11年には、大岡邸の一角を借りて、江戸山継所が創建された。江戸時代末期には、東海道から、 豊川稲荷へ参拝するため、現在の愛知県豊橋市と豊川市に、石の鳥居が建てられた。皇族においては、有栖川や党も消えし、明治初年に豊川閣の変額を寄進したことから、豊川閣とも呼ばれるようになる。1871年、神仏分離令に基づき、病原寺にも、神仏区別の厳しい取り調べが及ぶが、翌年には、 稲荷堂をそのまま、人賃守として祀ることが認められる。しかし、それまで、境内の山道に立ち並んでいた鳥居は撤去され、豊川稲荷、豊川大名人の故障も使われなくなった。以降は、豊川から立ちに新展と号するようになる。なお、現在地に鳥居が建ったのは戦後であるが、この鳥居は1930年に敷地内に移転。 保管されていた江戸時代末期の東海道にあった鳥居である。また、江戸時代に全国の寺社に空立ち二天を勘定していた愛禅寺が廃寺になったことにより、明治以降は豊川稲荷が寺院への空立ち二天勘定の中心的な役割を担うようになる。全国の稲荷神社は京都の伏見稲荷を総本社としているが、豊川稲荷は神社ではなく寺院であり。 上述したように、信仰対象は稲荷と通称されてはいるものの、稲荷神そのものではなく、空立ち二点である。江戸幕府の主院上には、すべて、三河国宝藩軍豊川村明言寺事領となっており、豊川稲荷と正式に呼称されていた事実は確認できない。また、明治4年の西大平藩管内三河国豊川、 村明玄寺経済豊川明神神物区別において、題名には、明玄寺または、豊川明神と記載されており、本文中に初めて、豊川稲荷という古称が登場する。それによると、6、70年以来、土地の名前の由来により、豊川明神、または、豊川稲荷と古匠、伏見稲荷社の触れ下にてもない、と説明している。 お宝号なと豊川から立ちに新殿新言音、白ばった二里雲祖話が初詣の本殿前の模様、警察などによる交通規制が行われている。正月の初詣期間中は大変な数の参拝客が訪れるため、元旦より1月5日までの9時から17時は豊川、稲荷周辺及び門前通りの道路が完全通行止めとなり、すべて歩行者天国となる。 2017年の正月三ヶ日,日の参拝客は約145万人。年に2回、春季大祭と秋季大祭日後行列が行われる。衣装は一般的だが、化粧は歌舞伎舞踊に近い厚化粧となり、巫女を思わせるのし飾りをつける。毎月22日8月7から8日をもに、豊川空襲での犠牲者の霊を慰める催し。 総門最小度の地方管理小塚妙元寺庭園と本殿豊川稲荷表参道建築物境内には他に陳樹堂、主労堂、宝くもの万刀堂、三重堂、九宝堂、大国堂、奥の院、慶雲門などの書道がある。その他重要文化財広報資料、プレスリリースなど一時資料、編集、ありがとうございます。